国民革命軍は1925年から1947年にかけて存在した中国国民党の党軍隊。1925年に当時の国民党政府本拠地の関東省で県軍された。コミンテルンの支援がその背景にあり、その前年に第一次国境合作が成立していた。1926年からの北伐で北京政府を倒し、 1928年に南京を首都とする中華民国の回復後は国軍になった。なお、紹介席は北伐中にコミンテルンとの決別を宣言して反響化している。1937年に日中戦争が始まると第二次国境合作が成立し、1945年まで日本軍と交戦した。 当時の日本側は主に国民党軍と呼び、1940年の王朝明政権成立後は重慶軍と呼んでいた。日本軍降伏後の1945年9月から国境内戦が始まり、中国大陸の支配権をめぐって中国共産党軍と交戦した。1947年の中華民国憲法の発布に伴い国民革命軍は、 中華民国国軍に解消した。共産党側の構成によって中国大陸の国民党支配地域がほぼ消滅した1949年に台湾へ転進した。1925年中国国民党は関東省に関東国民政府を設置し、その実動部隊である国民革命軍が県軍された。これはほぼコミンテルンの支援によるものだった。 その前年に第一次国境合作が成立しており、中国共産党員が国民党に加入していた。コミンテルンの目的は、共産党員を細胞として国民党に植え付けておき、オルグ活動で共産審判を増やしてゆくゆくは乗っ取らせるための規制先として利用することにあった。将校の多くは、候補軍官学校の卒業生であり、その初代校長であった。 紹介席が最高指揮官に就任した。著名な指揮官に森一名や賃生がいた。1926年から北京政府を倒して中国全土を統一するための北伐が開始されたが、早くも1927年に共産党員が上海空出た後南昇放棄を起こしたので、紹介席はコミンテルンとの決別を宣言して共産党員を 弾圧対象にした。1928年、蒋介石は、北京政府の攻略に成功して、表向き中国全土を統一し、南京を首都とする中華民国を回復したが、すぐさま地方軍閥の反目が、相次いで、元の内戦状態に逆戻りした。1930年に、軍閥連合との間で行われた、中原大戦において決定的勝利を収めるも、 混乱の収束までは至らなかった。1931年の満州事変で日本軍が満州全土を占領し、毛沢東も厚生省に中華ソビエト政府を打ち立てていた。共産党を再帰還視していた紹介席は総力を挙げて厚生省を攻撃し、1934年に随金を包囲した。身体極まった毛沢東は、 随金を脱出して調整を開始し、1936年に宣誓賞までたどり着いたが、紹介席はこれを追い詰めて、再び大軍で共産党軍を包囲した。この時の戦力費は国民革命軍200万に対して共産党軍は1万人ほどであった。しかし、同年12月に、 西安事件が発生して、友軍の長学寮に監禁された、小介石は、共産党軍との休戦と、高日統一戦線の結成を承諾した。1937年、六甲橋事件から、日中戦争が始まると、第二次国境合作が成立して、共産党軍は、下北の八祖寺軍と河南の、新四軍に再編成されて、国民革命軍に組み込まれた。 1938年に南京が陥落すると中国国民政府は重慶に立てこもった。日中両軍の泥沼の戦いが続く中で毛沢東は農村から都市部にかけての民衆の支持層を増やして急速に共産勢力を拡大していた。1945年に日本軍が降伏すると国民革命軍から八素寺軍が分離して 国境合作は破られ、1946年に国境内戦の火蓋が切られた。1947年に国民革命軍は中華民国国軍に解消した。この内戦では共産党側が優勢になり、敗退を重ねて甲州まで追い詰められた、小解析は生き残った中華民国国軍部隊と共に台湾に転身し、1949年に 台湾政府を樹立した。国民革命軍の騎兵隊北伐の時代、観光の英国疎開の中へ行進する国民革命軍兵士国民革命軍は、その存続した機関を通して370個の標準師団、46個の新師団、12個の騎兵師団、8個の新騎兵師団、66個の臨時師団。 および13個の予備士団からなる総数515個の士団におよそ430万人の正規兵を入隊させた。実際には多くの士団は複数の士団を統合する形で編成されたもので全てが同時に活動していたわけではない。また新士団は戦争初期に失われた標準の士団に代わるものとして編成され古い士団の番号が与えられた。 故に、どの時代でも活動していた師団の数は前述の総数よりかなり少ない。記録によれば、1941年の中国では380万人の兵士がおり、246個の師団は最前線に70個の師団が後方に配置されていた。国民革命軍の師団は、普通5000から6000の兵からなったが、 日本を含めた他国の師団なら1万から1万5千の兵を要した。中毒合作のもと、ドイツ式の訓練を受けた師団は1万4千の定員からなった。国民党直属の部隊と地方軍閥や共産党軍から編入した部隊の間には装備、連土、規律に大きなばらつきがあった。兵員の募集では戸籍が整備されていなかったので、 恣意的な徴兵が行われ、街の溜まり場などで兵隊に適した男性を見つけると、強制的に軍に入隊させるような兵隊狩りが横行していたという。兵士への給与や食料支給は不十分で、各兵士が武器を使って一般市民から金品を挑発することも頻発していた。兵士による一般市民の暴行も頻発しており、殺害もあったと言われる。 兵士たちの士気と戦意は概ね低く、戦闘中の逃亡も多発しており、便宜行為もよく見られた。一方で、甲州や武漢などの都市で徴兵された部隊のモラルは高く、厚生省出身の部隊は有望さで知られていた。戦闘では兵士を監視するために頻繁に特戦隊が組織され、逃亡する兵士を射殺した。その他に、兵士の逃亡を防ぐために、 兵士が入った統治下に、外から鍵をかけたり、残豪に鎖で兵士をつなぎ止めることなども実行されたと言われる。そのため、西洋の軍事批評家の多くは、国民革命軍が全体として20世紀の軍隊というより19世紀を思い出させるもので、あるとの印象を持った。ドイツ式装備をした国民革命軍国民革命軍の主力部隊となったのは、 ドイツ軍事顧問団によって、ドイツ式訓練と装備をした8個の師団であった。それらは、第3師、第6師、第9師、第14師、第36師、第87師、第88師、予備師団である。その他にもドイツ式訓練を受け、中国式装備をした12個の師団があった。残りの師団は、元軍閥に所属していたため、定員割れであり、 外して訓練もされていなかった。約40個程度の国民革命軍の師団には、欧州製の装備が配備された。国民革命軍は、少数の装甲車両と機械化部隊を持っているだけだった。1937年の戦争開始の時点では、気候部隊は3つの気候大隊で組織され、各国から入手した戦車と装甲車を持っていた。これらの大隊の大部分が、 上海戦と南京戦で破壊された後は、ソビエト連邦とイタリア王国から入手した新しい戦車、装甲車及びトラックにより唯一の機構師団である、第200師の編成が可能になった。1938年6月の師団再編の後、この師団は、結局機構師団としては存続しなかった。気候連隊と、下方連隊は、第5軍の直接の指揮下に置かれ、 第200師は、同じ軍の機械化風評師団になった。この軍は、車両の損失と機械の故障のため走行部隊を減らしながら1939年から1940年に、かけては、厚生省の桂南海戦、1942年には、雲南、ミャンマーにおける海戦を戦った。ビルマの戦いの遅い時期、現地の国民革命軍は、 シャーマン戦車が配備された気候大隊を一つ持っていた。国民革命軍の編成単位と序列は以下の通りである。戦区は日中戦争が始まった1937年7月から設置され、当初は中国全土を5区に分けて、それぞれが複数の集団軍を管理した。1938年末以降は10区以上になった。 兵力の多い戦区では兵団が設けられた。1944年末に設置された中国陸軍総司令部は戦区と同等であり、インドシナとカナン方面でアメリカ陸軍イギリス陸軍と共同作戦するための組織だった。作戦上の基本単位は集団軍であり、戦術上の基本単位は軍であった。国民政府軍事委員会行営必要に応じて、 各地方に設置された軍事委員会の出先機関。1個以上の育作を指導した。育作一定の作戦区域を受け持ち、複数の集団軍と、その他を持った。集団軍2個以上の軍と、その他を持った。戦時用の編成単位。1926から28年と1937から45年に存在。軍軍団。通常2個の死を基盤にし、 それに、方兵団や、公兵団などの支援をつけた。志士団、共同団を中核にし、通常2個の旅を持った。不評師と騎兵士があった。旅旅団、通常2個の団を持った。不評旅と騎兵旅があった。団連隊、ここから全軍中の投資番号が振られた。英大隊連中隊廃章隊班、分隊指揮官の称号は、行営は、 主任、戦区は、司令長官、兵団と、集団軍は、総司令、道軍と、方面軍は、総指揮であった。他は、軍団長、軍長、市長、旅長、団長、英長、連長、廃長、班長であった。中国の武器は主に、関洋、関東、及び大原で生産された。ただし、ドイツ人に訓練された師団のほとんどが標準とした。 小銃は 7.92mm の具98とカル9 8キロというドイツ製であった。しかし、中国の通常の手段ではその標準の小銃は関陽88式小銃という具88のコピーと中性式小銃という具98のコピーであった。標準の軽機関銃は 7.92mm の ZB26 軽機関銃というチェコ製の 中国におけるコピーであった。ベルギー製、フランス製の軽機関銃もあった。また、国民革命軍はドイツから MG34 機関銃を購入せず、彼ら自身によるそのモデルのコピーを生産した。これらの手段では、通常、各小隊に軽機関銃が一つずつあった。重機関銃は主に、 ドイツからの設計図をもとに、現地生産された、水冷式の24式銃機関銃であった。平均すると、拡大体ごとに銃機関銃は一つずつ与えられた。標準の携帯銃は、7.63mm の、モーゼル C96 セミオート拳銃、あるいはフルオートのモーゼルシュネルフォイヤーであった。これらのフルオートマチックのタイプは、第二次世界大戦の終了前に、 中国軍で不足したサブマシンガンと小銃の代わりに使用された。日中戦争の期間は国民革命軍は彼ら自身の武器の不足とその品質の悪さがあり得られた日本製の武器と装備をかなり利用した。いくつかの手段には37立方ミリメートル、7センチメートルパック36対戦車砲とエリコン。 窓船、あるいはゾロトゥルン射性の迫撃砲の両方もしくは、片方が配備された。各不評師団は、フランスブラント射性 81mm 迫撃砲6門と、ゾロトゥルン射性 20mm 機関砲6門を持った。いくつかの独立旅団と、大砲連隊には、ボフォース射性 72mmL-14、あるいはクルップ射性 72mmL-29、 3方とラインメタル射精 150mmL32SFH18 榴弾砲24門とクルップ射精 150mmL30SFH18 榴弾砲24門が配備された。不評の制服は人民服を基本として調整されたものである。国民革命軍の部隊の主な移動手段は徒歩だったため、兵士及び将校も 同様にマキキャハンを標準とした。ヘルメットはこれらの手段を最も特徴づけるものだった。1935年からドイツ・シュタールヘルム社製 M1935 ヘルメットが生産され、国民革命軍は1936年までに横に中華民国の聖天白日の紋章がついた31万5000個を輸入した。他には、 アドリアンヘルメット、ブロディヘルメット、後期には M1 ヘルメットも使用された。他の装備には、兵士のための布靴、将校のための革靴、および、高級将校のための革製ブーツがあった。全兵士に、弾薬、弾薬ポーチもしくはハーネス、スキットル、コンバットナイフ、食料袋、およびガスマスクが配給された。ありがとうございます。